は定刻になりましたので、第25回図書館総合展国立国会図書館主催フォーラム、あなたも私も読みやすくなるアクセシブルな電子図書館を実現する第一歩を開会いたします。私は司会を務めます国立国会図書館総務部企画課課長補佐の福田と申します。国立国会図書館は読書バリアフリーを進めるために今年の7月に電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0 を公表いたしました。このガイドラインは国立国会図書館が事務局を務めている図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会を作成したものです。本日はこの検討会より4名の方にお越しいただきました。本フォーラムの前半の講演パートでは、まず検討会で座長を務められた東京大学先端科学技術研究センター教授の近藤武雄さんから、電子図書館から始まる読書バリアフリー推進についてお話しいただきます。続いて座長代理を務められた専修大学文学部教授の上村康雄さんから、電子図書館の普及発展とアクセシビリティの向上についてご講演いただきます。その後で当館職員よりガイドライン 1.0 の内容をご紹介いたします。後半ではパネルディスカッションを行います。パネルには近藤武雄さん、上村康雄さんに加えて、日本図書館協会障害者サービス委員会委員長の佐藤誠一さんと、日本書籍出版協会アクセシブルブックス委員会の田中俊孝さんにご参加いただきます。また当館の総務部企画課長である小沢も参加いたします。またフォーラム後にはアンケートへの協力をお願いいたします。アンケートは現在投影されている QR コードまたは事前にメールにてお送りした URL からもご回答いただけます。今ちょっと QR コードの方のアクセスが可能になりました。あ、すいません、今ちょうど可能になりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。なお本日のフォーラムの内容は後日国立国会図書館 YouTube チャンネル等で公開予定です。それでは早速講演パートへ入らせていただきます。まずは電子図書館から始まる読書バリアフリー推進というタイトルで、東京大学先端科学技術研究センター教授の近藤武雄さんよりご講演いただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京大学の先端科学技術研究センターというところ、東大 の府知研究所の一つなんですけれども、そちらで、共有しております近藤と申します。私の方からこの電子図書館から始まる読書バリアフリー推進というタイトルでですね、15分ほどお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で私自身なんですけれども、もともとですね、私は障害のある子どもたち、障害は本当に種別を問わず全般なんですけれども、障害のある子どもたち のインクルーシブ教育といって、通常の教育カリキュラムの中にさまざまな障害のある子どもたちがこう参加をしていくというね、そういうことを長く取り組んできています。それから他にもそういった子どもたちと長く付き合っていくと、やがて子どもたちは当然ですけど学校卒業して今度は労働社会の中に入っていきますので、その労働のインクルージョンのことについても研究をしております。でその中でやはりどうしてもこう教材のアクセシビリティだったりとか、あと書籍のアクセシビリティだったりとか、そういったものがあらかじめ想定されたものが用意されていないと、教育活動だったりとか、あとその就労に行くときもですね、何らか の専門的な知識を身につけて就労したりとか、そういうところが阻まれてしまいますので、この書籍教材周りのアクセシビリティのことはさまざまに研究をしてまいりました。で実際に取り組みとしても、子どもたちに学校の検定教科書をですね、全て電子化して全国の学校に届けるといったようなこともやってきております。でそういう前提で今日はお話をさせていただきたいと思います。でまずこのなぜ電子図書館とアクセシビリティなのかというお話を、私の方からは今日のですね、私のこの15分のお話でさせていただきたいと思います。
で皆さんお聞きになったことがあるでしょうか。印刷物障害、まあ、英語ではですね、プリントディサビリティーズというふうに呼ばれますけれども、そういったその印刷物障害のある人にとってアクセシビリティという言葉ももう国際語になっているので耳にされた方いると思いますけれども、まあ、障害等があってもですね、他の人と変わらずにその内容にアクセスできるかどうか、さらにその活動に参加できるかどうか、その昔は接近性みたいなことを言ったんですけど、今はもうアクセシビリティ、アクセス可能であるということですね。そういう言葉が使われるようになっています。で、印刷物障害というのは多くの方にとってみるともしかすると耳慣れない言葉かもしれないんですけれども、まあ、端的に言うとですね、印刷物しかない環境の中ではその中身、コンテンツにアクセスすることが阻まれてしまう人々、まあ、そのような特性を持った人々と、あと印刷物しかない環境ですね。で、このことをこう取りまとめて印刷物障害というふうに呼んでます。例えば視覚障害のある方、目が見えない、見えにくい方たちが印刷物しかない資料を渡されたとしてもですね、当然そこに書かれている中身にアクセスすることはできないわけですよね。で、それから視体不自由のある人もこの印刷物障害という、まあ、種別の障害がある人に分類されます。例えば、まあ、ページめくりをすることが難しかったり、あとはその本を持ってページめくりをするということが難しかったり、または例えば図書館に出かけて行ったり書店に出かけて行って、そこにある本を自分で探して選び取っていくということが難しい、まあ、そういうことも視覚不自由のある方たちの中では起こってくるわけですね。この意味では印刷物障害に、まあ、彼らもその分類されていくわけですね。で、さらにそれから学習障害、まあ、ラーニングディサビリティと言ったりしますけれども、まあ、他にも医学的診断名では限局性学習症という言い方がされます。で、学習障害、限局性学習症の中には、まあ、複数のですね、解分類があるんですけれども、その中の一つにディスレクシアという障害があります。で、ディスレクシアというのは何かというと、まあ、目が見えないわけでもないし、その知的に障害があるというわけでもないんだけれども、印刷された文字を読もうとするとたどたどしくなったりとか、飛ばし読みしてしまったりとか、読み間違えてしまったりとかですね、まあ、なかなかその読み進めることが難しい。もちろん同じ内容を例えば耳で聞いて、音声で耳で聞いて読んだりとかすると中身にはアクセスしやすくなったりする。他にも大きく拡大したりとかですね、まあ、ちょうど視覚に障害がある方のような支援を上手に使ったりすると内容を理解しやすくなったりするんですけれども、まあ、そういったその学習障害の中の一つの分類にディスレクシアという障害がある方たちがいるわけですね。まあ、代表的に言うとこれらの障害のある人たちで、そういう人たちが印刷物しか用意されていないという環境に出会ってしまうと、そこで中身に触れることができない、つまり印刷物障害の状態になってしまうということが知られています。で、こうしたニーズのある人たちは、まあ、実際どれぐらい国内にいるのかということなんですけれども、近年話題になったのがですね、芥川賞で市川沙央さんで「ハンチバック」という、ね、作品で芥川賞を取られた作家の方がおられますけれども、彼女はその視体不自由があって、やはりその本を持って読むとか、あと図書館に自由に出かけていって、もしくは書店に自由に出かけていって読むということが難しい。で、彼女自身はですね、その読書バリアフリーのことを訴えたいということを芥川賞の会見の中でもおっしゃってくださいました。その本を自由に読むことができる、それは当たり前のように享受することができる多くの人たち、多数派の人たちの特権性に気づいていないという状態について、まあ、警鐘を鳴らすというね、そういうことを近年してくださっています。で、他にもですね、これは実は彼はですね、高梨さんという方なんですけれども、ドローンの今会社を運営しておられる方ですね。で、ドローンパイロットとして高校生の時にドローンの、まあ、国内の操縦のチャンピオン、ドローンレースのチャンピオンになって、まあ、そこからドローンの会社を起こして活躍されているという方で、まあ、情熱大陸にも出て、どういう生活をしているのか、活躍をしているのかということが注目されました。で、私自身は彼のことを中学生の時から知っているんですけれども、実は字を読むことができません。本当に私が関わっている方の中で一番重いディスレクシアのある方じゃないかなと思いますね。で、なので学校の教科書も当然読むことが難しかったので、私たちが制作している
アクセシブルな教科書ですね、それを使って読むということを行っておられました。で、この情熱大陸に出た時もこのディスレクシアという障害があまり世の中では知られていないので、まあ、自分のその障害をカミングアウトしてくださって番組の中でも触れてくださっています。で、最近だとこの文字の読めないパイロットという本を出されてですね、自分のご経験をいろいろと紹介してくれています。で、私自身も彼との関係性、特に高校生の3年間の間っていうのはですね、いろいろと密に関わったので、そういう中身のこともですね、いろんなこの本の中でも紹介してくださっていました。で、このようにですね、通常の学級の中でもですね、特にその最後に紹介したディスレクシア等のある人たちですね、で、一見すると障害があるということがパッとわからないし、そうしたそのなんていうか全く読めないわけじゃないんですね。印刷物が全く読めないわけではなくて、読むことの正確性がすごく低いということと、あとは流暢性がすごく低い、つまり読むのにものすごく時間がかかってしまうということですね。で、そういう障害のある方たちは近年では通常の学級の中に相当の数いるんじゃないかということが日本でも言われるようになってきました。昔は、日本にはですね、そういった日本は漢字かなまじり等の文字を使う文化なので、こうしたディスレクシアの課題というのは欧米圏でよく知られていた、特にアメリカ、イギリスでよく知られていたものだったので、あまり日本には関係がないんじゃないか、漢字を使う文化では関係がないんじゃないかと言われていた時代もあったんですけれども、近年になって実は全くそういうことではないということが言われるようになりました。で、これは文科省の昨年の12月に公開された大規模調査の結果なんですけれども、広く言うとですね、この学習障害ディスレクシアというのは発達障害の中に分類されるものなんですね。で、発達障害という言葉は皆さんお聞きになったことがあると思いますけれども、学習障害、ラーニングディサビリティとかラーニングディフィカルティと言ったりしますが、その頭文字を取って LD と呼ばれたりもします。で、LD のある人、あとは注意欠如多動性障害といって、ADHD と言われる、注意の集中等の困難がある方々ですね。で、同時にこの ADHD のある方でも行の読み飛ばしであったりとかですね、そういったところから読みの困難さを訴える方もおられるのは事実です。あとは自閉スペクトラム症がある方、こちらは対人コミュニケーションだったりとか、その読む方ではなくてですね、今度書く方に課題を持たれる方というのも結構多いですね。で、ただ感覚の過敏も同時に持たれている方も多かったりするので、必ずしもその読みに絶対に困難がないというのは言えないです。で、ただ代表的なのはこの LD の中で、特にその読み書きの困難がある方たちが一定数おられると。で、これらの障害全体をまとめると小中学校全体で大体 8.8% ぐらいいるんじゃないかというふうに言われていて、相当数その学校の中に、しかも特別支援学校とか特別支援学級ではなく通常の教室の中にそうした困難のある子どもたちがいるということが広く知られるようになってきています。で、こちら一方ですね、こちらはですね、障害のある日本の大学生の実態調査の結果なんですけれども、これは日本学生支援機構というところが毎年しっかり調査を行っていてですね、障害のある大学生が大学の中でどれくらいの数として学んでいるかということなんですが、ちょっと古いデータではありますけど、比率は大体同じぐらいなのでここにお示ししておきますが、ですね、肢体不自由や視覚障害、それから聴覚障害、そういった障害は発生率が少ない障害であると言われて低発生障害というふうに呼ばれています。で、一方で精神疾患のある方とか発達障害、これは先ほどの学習障害も含みますね。で、そういった障害のある方、それから病弱、虚弱のある方々ですね、病弱、虚弱も広い意味で言うと、やっぱりそのみんなと同じように教室の場面に出かけたりすることが難しいので、時にこのその現場に行けないという意味でですね、印刷物障害に近いような状況を経験されることもあるでしょう。で、こうした障害のある方々が、大体もう7割以上を占めているというふうに言われています。こちらに参考資料としてその比率を書いていますけれども、視覚障害や肢体不自由、聴覚障害の比率はあまり変わってないんですが、この発達精神病弱の障害のある人の数が急速に増えていっているという状況です。で、じゃあその増えた状況というのはですね、果たしてこれは欧米圏と比べると、例えばアメリカ、イギリスなどと比べると
もう十分に多い状態、同じような状態になっているかどうかというと、実はですね、アメリカでは今全学生の中で、大学生の中で障害のある学生が占める比率が 19% ぐらいと言われていて、イギリスではおよそ 17% ぐらいと言われているんですが、日本の先ほどの日本学生支援機構の統計だと 1% ぐらいと言われていて、やはりまだ非常にこう少ない状況にあると言われています。でこれどうしてかというと、さまざまな考え方はあるとは思うんですけれども、私が一つ注目しているのはやはりこのインクルーシブ教育という仕組み自体が日本で始まったのがやはりすごく遅いということがありますね。すごく極論をするとですね、制度的に2012年以降ぐらいから国連の障害者権利条約の影響を受けてインクルーシブ教育という制度が新たに始まったんですが、それが学校に一人一人の子どもたちのニーズに合った資料提供だったりとか何らかの配慮の提供、これ合理的配慮と言われますが、それが公立の学校に対して義務化されたのが2016年ということもあって、まだまだこの最近始まった学びの状況ということなんですね。で私たちさまざまな障害のある子どもたちに特にテクノロジーを活用して他の子どもたちと同じような学びの機会を提供するということをやっています。で特にコロナ以降からですね、ギガスクール構想というものも始まって、一人一台コンピューターが一気に揃ったと。昔はコンピューターを使わせてもらうこと自体も通常の学校では本当に大変だったんですけれども、近年コンピューターはあるという状態にはなってきました。読んだり書いたりすることが難しければ、音声読み上げ等のテクノロジーを使って読むということが、技術的には可能な状態になった。でただですね、それらの活動を支えるアクセシブルなコンテンツ自体がまだないというのが大きな課題になっているということです。今ちょっと申し上げてきたのはですね、読書というとやっぱりこう自分が読みたいものを楽しんで読むということがもちろん一番大事なことだと思うんですが、こと教育場面においては資格試験だったり受験進学だったり、そういったものではですね、やはりその個人の社会参加のあり方を左右してしまうような社会資源にもなり得ているということをですね、ここが保障されていないというのは極めてそのアンフェアな状態がまだ残されていると言っていいと思います。でこの、電子図書館というものはもちろん全てのものがですね、デジタルデータになったり電子図書館になったりということではないとは思うんですけれども、今現在、全ての学校の中がまだインクルーシブ教育に不慣れな状況の中で、この電子図書館がある、それがアクセシブルな状態に整えられているということは、極めてその重要なリソースの一つになっていくということを私たちは期待をしています。で以上のようなですね、背景から後の方に資料を載せておりますけれども、このアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0 ですね、そういったものにも大きく私は期待を寄せてこの取り組みの中に参加をさせていただきました。で背景法としても、先ほど少し申し上げた差別解消法だけではなくてですね、近年になって読書バリアフリー法であったりとか、もともと私たちは教科書バリアフリー法という法に基づいて動いてきたんですけれども、読書バリアフリー法ができて、学校はもちろんなんですけど図書館の中でもですね、そうしたガイドラインを整備して、いよいよ関わっていこうというような状況になってきているということです。でこの検討会もそのためにですね、作られて、後ほど詳しいお話があると思いますけれども、このアクセシビリティを保障した電子図書館の在り方についての議論が多くの皆さんと一緒に連携をして行われてきました。私の方は微力ながら座長を務めさせていただきましたけれども、非常に良い内容のものができたと自分たち参加しておきながらですね、本当に感じておりますので、ぜひ内容についてご覧になっていただければ大変ありがたいと思います。はい、私からのお話は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、電子図書館の普及・発展とアクセシビリティの向上というタイトルで、専修大学文学部教授の上村弥生さんよりご講演いただきます。よろしくお願いします。専修大学の上村です。先ほど近藤先生からご紹介されていただいたですね、場の方に私も参加させていただいています。もともとは出版人で長く出版界で仕事をしてきて、それから電子書籍に関心を持ってきた人間です。最初は電子書籍というと、ビジネスという視点とかね、新しい情報流通ということで、世界が変わるな、ルーデンベルグ印刷以来ですね、文字というのは紙にこう保存されて流通してきた
という枠組みから、電子的な情報でですね、広く流通する。あ、これは本当世界が変わるなって、実はもう80年代半ばだったんですが、関心を持って以来関わってきたんですが、それで実は専修大学っていう場に移った時にですね、いやそこで出会った人たちの中で、実は読書バリアフリー法とか障害者の皆さん方が実は電子書籍だから読めるっていうことを知ってですね、もう目から鱗、あ、これで本当に電子書籍の価値っていうのはより高まるというか、必要性、重要性、これはもう全く新しいアプローチから電子書籍を広げていかなきゃいけないんだなって、まあ、思ったことがあります。まあそういうことでこういうことに関わらさせていただいた、まあすごく、まあ自分としての役割っていうことをですね、考えながらいつも仕事をさせていただいて、で今日はあの電子図書館ってどうなってるのっていう現状とかね、あの電子書籍はどういう状況ですかっていうようなことをちょっと中心に、そしてそれが、アクセシビリティの向上っていうことにどう関わるかっていうあたりを少しお話しさせていただこうと思います。で、まあ、電子図書館が扱う電子書籍サービスって書いたんですが、これちょっと小さくてごめんなさい。これ下の方は実はもともとですね、まあ、単に図書館って大学図書館にいると学術専門書があったり、まあ、電子ジャーナル、論文があったりとか、しているんだけど、もちろん大学の教科書とかあったり、学術専門書、大学教科書、一般実用書、まあ、文芸、こういう様々な、もちろん、紙に入っていないですね、フィルムとか音声データとかもあって、まあ、場合によってはコミックまであるよねっていう、大体幅広くあるわけですよね。一番右側が高等専門向け、一番左側の方が一般向けであって、実はそれの中において、個々ですね、電子化というのが行われてきています。大学の方は電子ジャーナルというのが早く進んできたというところがありますが、あるいはデータベースですよね。必ずしも新聞データベースとか経済データベースだけではなく、例えば判例とかですね、あるいは辞書辞典のようなものが今大学生はごく普通、当たり前のようにですね、自宅から大学の図書館にアクセスして使っているという環境があります。 で、まあ、ですからコロナ禍では割とそういうことが、大学の学生であるならばですね、コロナ禍の中で、まあ公共図書館が閉じているときに大学図書館にアクセスして、まあ不便でありながら利用できるというところはあったと思います。でその中で、出版大学は、まあ、学術情報の電子化というのはもうこれは2000年代前半からすごく進んでたんですが、一般な電子書籍というのが2010年以降、まあ、急速に増え始めるとなると、今度は公共図書館とか一般の図書館の中で電子書籍が利用できたらいいよねっていうここに、まあ、移ってきたわけですね。まあ、その辺が狭い意味で、図書館向けの電子図書、まあ、電子書籍サービス、まあ、電子図書館と言えると思います。あるいは、まあ、広い意味ではもちろん今言った学術情報からですね、デジタルアーカイブ、そういうものを全部含めて、広く広義の電子図書館と言えると思います。ただ重要なポイントはですね、今のところ全てがですね、出版社によって作り出されたものの電子版だということなんですね。これは多分信頼性の担保っていうことがあると思います。もちろん、ウェブの情報とか、デジタルファーストのコンテンツっていうのが今後図書館っていうのが提供していくってことになると思いますけれども、何よりも信頼性あるコンテンツをどこで担保してるか、それはやっぱり出版社が出した電子書籍っていうところにあると思います。じゃあ電子図書館どう増えたか、これはもう本当にコロナ前からですね、ずっと私自身も2007年に千代田で入れた時からも、まあ、関わったりとかしてますし、調査は、2014年間かな、調査始めたんですけど、まあ、全く増えないわけですね。電子図書館の意義っていうのはいくら言ってもいくら、まあ、話したりいろんな場をいただいて喋ってても、全然公共図書館の電子図書館買って増えてなかったのが、まあ、ご存じのコロナで一気に増えるということです。これはまさにコロナ禍以前に、電子図書館化をしていた図書館での利用が一気に高まった。でそのことがコロナの中で話題になって、となると、じゃあ我が町の図書館は電子書籍って貸し出してるのっていうような問い合わせが来たりしてですね、まあ、内閣も、補助金という形を出す中でですね、まあ、増えたということです。ただこれ2023年今年度の10月1日のがですね、昨日かな、調査をしている電子出版政策流通協議会の方でウェブの方で公表しましたが、実は見ていただくように、まあ、ちょっと一段落というか、伸びは、確実にまあ留まってきたというところがあります。これは多分ですね、市町村のしっかりしたところが大体入ってきたんですが、今の段階では人口比でいうともう6割の人が電子図書館に何らかの形で使える、まあ、もちろんコンテンツそのものがどこまであるかって問題ありますけど、住民の、日本の人口の中での、6割の人たちが使えるところまで来ました。自治体数でいうと、まあ、3割弱なんですが、図書館総数でいうと、まあ、5割近くなってきた。
で、さらに、ね、人口比でいくと、まあ、6割という、だから最後はやっぱり、町村というところがなかなか入ってこないというんですが、まあ、これが多分ですね、広域連携というようなところで今後増えていくんじゃないかなと期待しています。で、そうするとやっぱり誰でもが本が借りられる場としてのですね、図書館というところがどれだけアクセスフルになるか非常に重要なポイントになる。あ、ちなみにもう一つ、この電流協の今年のアンケートの中でですね、まあ、今集計中なんですが、まあ、見えてきたところとしてですね、まあ、未導入自治体でも導入は非常に強い。実はすでに図書館の現場からはですね、電子書籍、電子図書館サービスを受けたいって提案してるんですが、なかなかまず財務の方とか議会の方で通ってないっていうところはかなりいるんだってことは分かりました。まあ、ご存知だと思いますけど、行政って、電子図書館、導入予定ありますかって質問項目があるんですけど、ないって書くところ多いんですよ。それ導入予定っていうのは行政が財務が認めた段階で初めて導入予定ってしか行政は言えないので、実は図書館現場の人たちがいくら入れたい入れたいって上げてて、毎回毎回企画書書いていっても計画書上げてても、最終的に財務通らないように間はアンケートに予定なしってくるんですね。で、その中でかなり実は調べてみると導入意向は強いと分かってます。あともう一つ、改めてその評価でアクセシビリティに関連ということがまた高まります。当初は、アクセシブルというのは、電子図書館のメリットとして注目はされてたんですが、やはり読書バリアフリー法、それと差別解消法の改正ということにおいてですね、もうこれは本当電子図書館ということをですね、積極的に導入していかなきゃいけないなということが、行政全体の中でも、コンセンサスを得てきたのかなというふうに考えています。で、刊行点数をちょっと確認していきたいと思いますが、紙の新刊書籍点数っていうのはですね、2022年で6万6千。いや、改めて調べたら、ちょっと減ったなっていうのは正直なところです。かつてですね、年間8万点って言ってたんです。で、8万点くらいあったのが、一昨年まではなんとか、2012年は7万8千か。だけど、まあ、昨年は6万6千というふうに、ちょっと新刊点数が減っております。で、その中でですね、J プロっていっても出版情報登録センターの中で、書誌情報というのが登録されています。この、登録サービスが始まってからなんですが、317万点というデータが登録されていますが、この中で市場流通する 点数というのは例えば80万タイトルちょっと超えたあたり、85万まではいってないんじゃないかな。これはちょっと取り次ぎなんかで聞いたんですが、正確な数字は出ないんですが、今市場で流通している書籍は80万超えたあたり、その中でですね、電子書籍がどの程度登録されているかというと52万タイトル。これはコミックを含まない文字系電子書籍のタイトル数です。で、もう一つですね、大手電子書籍取り次ぎのモバイルブック JP さんの方に聞きました。何点扱ってますかっていうことなんですが、96万5千、ざっくり100万ですね。100万タイトル、これコミックが入っています。この中のコミックというのは、こち亀とかワンピースも1点と取られます。ね、紙の本だったら全100巻か200巻か。あるけど一点と捉える、そういう捉え方をしても、およそ電子書籍が100万タイプ、この中で、いわゆる文字、学術専門書などのいわゆる書籍って何点ですかって確認したら50万飛んで4000タイプって言っていました。大体ほぼほぼですから50万点っていうのが、J プロとのデータと大体こう競争が合うわけですね。で、じゃあその中で e パブリフローの電子書籍点数はどれくらいですかっていうのは、ここは推測です。推測ということでご用意いただきたいんですが、半分の25万タイトルじゃないかなと思います。ちなみに電子図書館サービス、実はこれの前の時に、そのセッションにちょっと私出てたんですが、電子図書館サービスに今点数として出ているのが、いろんなサービスベンダーさん合わせると多分20万タイトルは超えてると思います。大学図書館向けの学術専門書ってどっちかというとピックス型っていう PDF みたいなもので、一般の公共図書館向けのサービスはリフローするので、あまり被らないんですね。その辺合計すると、20万を超えたと思います。その中で、公共図書館向けの中で EPUB のコンテンツというのが8万タイトルですが、その中で、リフローして TTS タイトルというのはまだ3万いってない。ただこれが今年度中には、5万くらいまでいくという目処はおっしゃってました。 EPUB リフローで、音声合成読み上げに可能になるのは、5万タイトルくらいまでは今年いく。まだまだ少ない。これは本当出版社の皆さんも非常に努力しているし理解されてるんですが、まだこのコンテンツは本当もっともっと増やしていかなきゃいけないかな、なってほしいなというふうに思っている次第です。で、実際ですね、EPUB リフローの中で25万タイトル、ごめんなさい、 EPUB リフローしてるのは25万タイトルのうち
TTS 音声合成対応はわからないんですが、今のところの、電子図書館サービスの中でやってる方では、今年中に5万タイトルくらい。ただ一般の電子書籍が電子書店で買って、それが、読み上げるかどうかは不明。これはなぜかというと、電子書店さん次第で、それのビューアー次第ということになりますよね。まあご存知の方は、大体分かってらっしゃるんですけど、Amazon なんかでは、TTS 対応電子書籍ということはクレジットされていますから、ここは分かるんですね。じゃあ出版界はどうしてるかということなのですが、これアクセスブルックサポートセンターというのを作っています。最初に日本書籍出版協会の中でアクセスブルック、委員会というのを、まあ、設けて、この中で、JPO の方にアクセスブックサポートセンターを作ろうということで準備会を準備されてきました。それで、今年の4月に、まあ、ABSC 正式発足ということなんですが、これでこの ABSC って作ってきた一つの理由は、今後の障害者 の方たち等の皆さん方から、まあ、出版社に今でも37条3項の関係でテキストの、まあ、テキスト提供できないかというような問い合わせ等があります。あるいは、現代書館という出版社さんは本のところにですね、まあ、その37条3項に該当する人たちに対して要望がありましたらテキスト提供しますというのをなんかあの本の中にあれはカバー挟み切るんだったかな、なんかそういうふうにされています。誰でもが試してやろうと申し込んでもダメです。それはやっぱりそれが必要な人たちだけにテキストを提供するというのはやっています。ただこういう個別対応が今後広がるととても大変になってしまうので、その窓口一本化しようという意味も込めて ABSC を作りました。ですから逆に一度我が社のこれはいつでも提供していいですよって ABSC の方にデータがあれば、それいちいち出版社に許諾著作権で確認取らなくてもすぐ対応できるということも考えています。ですから一つには障害者の方たちに対する対応窓口として出版界が一つの窓口を作ろうってあるんですが、実際意外にいっぱい一番これまで一生懸命やってたのは何かというと、むしろ出版社の皆さんにもうアクセスブロック対応しましょう、担当者を決めて、そしていつでも自分たちのコンテンツ著者の形から許諾を取って、そして、音声合成読み上げというの合意を取りましょう、そういうことを全部、まあ、ハンコもらうといろんな手間あるんだけどやりませんか、そのためのノウハウとか、まあ、知恵とかそういうことも提供しますというような、むしろこう出版界の啓蒙活動というのは非常に、まあ、今までこの ABS 今日も会場に座っていてそうなんだよ大変なんだよって何度もうなずいている、まあ、この後登壇する田中さんとかですねいらっしゃいますけど、一生懸命出版界全体では総論賛成なんですが、いざこのような数名、5名、6名でやっている出版社にとっては大変ということもご理解いただければなというふうに思います。まあ、そういうことで、こういう活動もしてきます。で、アクセスブルな電子書籍を実現する3段階、これはですね、ガイドブックの中を読んでいただくと書いてありますけど、ちょっと図式しました。実は、電子書籍のコンテンツだけアクセスブル対応にしてもダメなんですね。3段階あるので、まずコンテンツ、出版社がコンテンツをちゃんとアクセスブルにできてますか、ただそれがビューアーが読むときビューアーが読み上げますか、これビューアーがそもそも読み上げなかったらダメですよね。だからビューアーがちゃんと読み上げるになってますか。ただその時は例えばパソコンであれば OS のアクセスブリの機能を使うとか、あるいは実際そこがクラウドから音声を取り寄せて読むとか、なんかあると思います。まあ、まず電子書籍ビューアーが TTS 対応とか、そしてもう一つは実は電子書店あるいは電子図書館、電子図書館のウェブって最初にウェブなんですが、あれはですね、ウェブサイトなんですね。電子図書館も電子、書店もウェブなんで、ウェブアクセシビリティが実現されてなきゃいけないんです。で、この3つの段階がなきゃいけない。実は意外にこう、ウェブアクセシビリティずっと言われてながら、ちゃんと構造化されてない、できてない、いっぱいあります。ちょっと書いてありましたけど、図とか動画というのは大体テキストがなかったりだとか、あるいは、購入するのにクレジットカード情報を入力するという時の方法だとか、あるいは、カタカナ、ひらがなが使い分けなきゃいけないとか、大文字、小文字使い分けなきゃいけないとか、そういう入力すごい、あと最近問題だったらパズルね。Google もパズル認証やってるでしょ。あれ絶対ダメなんですよ。未だ Google がやってたりすると、これはなんかみんなで声を上げなきゃいけないなと思いますよね。まあそういうことをアクセスにする。で、最後にこの電子図書館の中で対応したのはどれかって5つあるんですね。アクセスブルな電子図書館が視覚障害者の手元に届くのに移って、まあ実際もちろん、出版社から著者に先ほど言った現代書館みたいに、まあ、テキストを提供するとか、あるいは、図書館が37条3項を分かなくてテキストを作るとか、いろいろありますが、ここに書いてある4の流れ。
電子書籍生産会社や電子取次から電子図書館の事業者ベンダーに渡って電子図書館サービスとして上がった、その電子図書館サービスが図書館に来た人、あれ図書館に来なくてもいいんですけど、電子図書館サービスを受ける人に行く、ここがこのガイドラインを決めています。それ以外の方法もいくつもあるわけですね。まあ一番のもう一つ出版会が一生懸命やってるのは、そもそも書籍を電子書店で買った人たちそのものに、例えばリフロー電子書籍読み上げ可能というものを提供していくっていうのは5番なんです。ここでの議論は4番目ということを確認させています。これ4番目ということです。で、まあ、出版界にとっては当然障害者差別解消法の改正ということを非常に重要視して取り組んでいくというふうに考えています。とりあえず私からの報告は以上です。山田先生ありがとうございました。では続きまして当館職員の上村かなめより電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドラインの紹介をいたします。よろしくお願いします少々。お待たせしました。それでは始めさせていただきます。国立国会図書館総務部企画課の上村かなめと申します。私は、全盲の視覚障害者でありまして、パソコンの画面に表示された文字列を、コンピューターの合成音声で読み上げるスクリーンリーダーというソフトを使って、パワーポイントを操作いたします。電子図書館とパワーポイントという違いはありますけれども、ツールとコンテンツの両方がアクセシビリティに配慮して作られていれば、視覚障害があっても健常者と同様に利用することができるというデモンストレーションを兼ねて、私の方からガイドラインの方法を紹介をさせていただきます。ここまでの近藤武雄さんと上森弥生さんのご報告でも言及されましたように、電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0 では、電子図書館を視覚障害者等が利用することを想定して、公立図書館等と電子図書館事業者に求められる取り組みを示し、電子図書館のシステムが実現すべきアクセシビリティ要件を示しました。本ガイドラインは障害者団体、出版図書館関係団体、有識者で構成される検討会で作成し、2023年7月19日に国立国会図書館から本公開いたしました。このように公開されたガイドラインはご覧いただいていますような章の構成になっております。第1章から第4章はガイドラインの適用対象となる電子図書館やそのシステム、支援技術の範囲などガイドラインが前提とするものが示されております。そのエッセンスとなる部分は今日のここまでの近藤さんと上森弥生さんのご報告に含まれています。これから第5章の運用体制及び運用手順と第6章の対応方法の紹介をさせていただきますが、この2つの章は本ガイドラインの本体にあたる部分です。
そして、最後に熱紙と付録が付されています。それでは、本ガイドラインの本体を出す第5章の説明に入ります。第5章は、公立図書館等と電子図書館事業者を対象に、電子図書館におけるアクセシビリティ有効を達成し、確保するために求められる運用体制と運用手順を示しております。まず、公立図書館等における運用体制としましては、公立図書館等の庁にアクセシビリティに対する取り組みにリーダーシップを発揮すること、また、電子図書館の管理運営担当者と障害者サービスの担当者に、導入している電子図書館のアクセシビリティ対応条件を関連部署と共有すること、そして、調達担当者と障害者サービスの担当者に、電子図書館の導入に際して連携することを求めています。運用手順としましては、電子図書館のアクセシビリティに関するチェックをすること、視覚障害等がある利用者からの意見を集約し、電子図書館事業者と共有すること、電子図書館の調達においては、電子図書館のアクセシビリティの確保に留意して実施することを求めています。同様に、電子図書館事業者についても、求められている運用体制と運用手順を示しております。まず、運用体制においては、アクセシビリティに関する担当者を配置することを求めております。一方、運用手順としては、自社製品について電子図書館アクセシビリティ方針を策定すること、そして、運用体制を整備し、維持して、これからお話しする第6章の達成方法等の達成状況を検証することをそれぞれ求めております。続いて、第5章と並んで、本ガイドラインの本体をなす第6章の説明に入ります。第6章では、電子図書館のアクセシビリティ要件を詳細に記しております。本ガイドラインのアクセシビリティ機能のうち、音声読み上げに関わる要件を中心としております。検討会事務局では、令和3年度に障害者団体の会員を対象に、アンケート調査を実施しました。その中で今後電子書籍に備えてほしいアクセシビリティ機能について質問したところ、表に示しておりますように、いずれの障害者別においても音声読み上げに対するニーズが最も高いという結果を得ました。この調査結果に基づいてガイドライン 1.0 では音声読み上げを中心にし、その他のアクセシビリティ機能については中長期の目標とすることといたしました。第6章には3つのポイントがございます。電子図書館の利用手順に即したアクセシビリティ要件、各アクセシビリティ要件に参考規格を紐付け、そして各アクセシビリティ要件を3段階に重み付けです。順番に見ていこうと思います。まず、ガイドラインは、電子図書館を利用するときの手順を念頭において、要件を記述しております。電子図書館を利用するには、まず、電子図書館の存在に気づき、利用者登録をします。これは、インターネット上で完結しないことも多いため、ガイドラインの記載はありません。利用者登録をしたら、ログインをして、書籍検索をし、結果一覧から書籍を選び、URL閲覧するというように進みます。このように、利用者が電子図書館を利用する際の実際の利用手順を想定して、各画面ごと、そしてそれを構成する機能ごとにアクセシビリティ要件を記載しております。次に、ポイントの2点目、各アクセシビリティ要件に参考規格を紐付けについてです。ガイドラインは根拠のない規定によってはいけませんので、本ガイドラインで示すアクセシビリティ要件には、ウェブサイトやビューアーのアクセシビリティに関する既存の規格や
ガイドラインと関連する項目を紐付けております。紐付けをした企画は、JISX8341-3-2016、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインズ 2.0、ユーザーエージェントアクセシビリティガイドラインズ 2.0 です。ポイントの3点目は、各アクセシビリティ要件を3段階に重み付けしたことです。ステップ1は、電子図書館をアクセスするようなものとするために、基本的に対応が求められる要件です。ステップ2は、電子図書館をアクセスするようなものとするために、備えることが望ましい要件です。ステップ3は、アクセシビリティ対応の優先度が高くはないが、実装することでより高度なアクセシビリティを達成することが可能な要件、あるいは特定のニーズに最適化するための要件です。このように各アクセシビリティ要件には重要性と難易度に応じて1から3のステップが付されております。それでは実際にアクセシビリティ要件の例を見てみたいと思います。6.2.2.3.1 の、論理目次へのキーボードでの移動及び操作という、アクセシビリティ要件です。最初に出てくるステップ1というのが、前のスライドでお話ししました3段階の重み付けです。この要件では、ステップ1となっています。つまり、電子図書館をアクセスするようなものとするためには、基本的に対応が求められる要件です。電子図書館の調達や開発などでアクセシビリティ要件に優先順位をつけなければいけないとなったときに、ぜひこのステップを参照していただきたいと思います。そして次に出てくる内容というのが、このアクセシビリティ要件で何を求めているかという内容になります。ここでは論理目次をキーボード操作で表示できること、論理目次が表示された際に、スクリーンリーダーのフォーカスが論理目次に移動し、キーボード操作で目次の項目を移動できること。目次の項目の中から読みたい章や施設を選び、リターンキーなどの効果によって選択した章などへ移動が行えることとなっております。論理目次というのは、電子書籍のビューアーが備えている目次ボタンを効果することで表示される目次のことです。このアクセシビリティ要件では、マウス操作だけでなく、キーボード操作で、この論理目次を表示できるようにすることを求めております。また、論理目次が表示された際には、スクリーンリーダーで論理目次に表示されている章や節の各項目を読み上げていき、リターンキーなどの多くによって選択した章や節に移動できるようにすることを求めております。これが何を意味しているのかをさらに詳細に理解し、どのような技術を用いればそれを実現するのか、実現することができるのかを理解したときに、その次に出てくる参考企画をご覧いただきたいと思います。このアクセシビリティ要件には、JISX8341-3 の2016から 2.1.1 キーボード、WCAG2.0 達成方法集から、G90 と G200 に H91 が紐付けられております。ここまで、駆け足でガイドラインの内容を説明、させていただきました。第6章には、このようなアクセシビリティ要件が全部で63項目記されております。さて、ガイドラインの到達点です。本ガイドラインは、2年間の検討を経て、以上のような内容で作成されました。現状では、今年の7月に公開するところまで来ました。今後は活用について考えていくことになります。本日は、これからこの検討会にご参加くださいました方々にご登壇いただきまして、ガイドラインを足がかりに、アクセシブルな電子図書館を実現するための方策についてご議論いただきたいと思っております。ご清聴どうもありがとうございました。上村さん、ありがとうございます。
それではここからはパネルディスカッションの時間としたいと思います。モデレーターを務めていただきますのは東京大学先端科学技術センター教授の近藤さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ここからは、私の方で進行させていただきたいと思います。ご発表いただいてですね、本当にお伺いしたいこといろいろあるんですけれども、この、ガイドラインですよね、ガイドラインとそれをこう取り巻くことでですね、情報提供いただいたことに加えて関わってくださった皆さんがどのようなお考えをお持ちだったりとか、今後の取り組みにどのようにこう伝えていきたいと思っているかといったことをですね、この検討会に参加してくださったメンバーの皆さんご登壇いただきましたので、一つ一つお伺いしていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、ここから新たにですね、委員としてご参加いただいた田中さんと、あとそれから佐藤さんにもご登壇いただいております。でこの検討会はですね、さまざまな立場の方々が集まって、このガイドラインについての検討を長い時間かけて行ってきたわけなんですけれども、この検討会に参加したお二人のお立場と、それから参加してこう気づいたことなどをですね、お二人の自己紹介に合わせて簡単に教えていただけたらと思います。で順番としましては、そうですね、佐藤さん、それから田中さんの順番でお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こんにちは。日本図書館協会の障害者サービス委員会委員長の佐藤誠一と申します。よろしくお願いします。自己紹介と、私は埼玉県立国際図書館というところで働いている視覚障害のある図書館司書です。で、図書館協会の障害者サービス委員会というところはですね、障害者のための図書館サービスを考えるところではありません。ではなくて、図書館利用に障害のある人たちへのサービス、つまり、何らかの障害のある人たちが全ての図書館のサービスや資料が利用できるようにする、それが私たち、委員会の目的です。誰もが使える図書館を目指しています。で、そのためのさまざまな課題の解決の、いろんな活動をしてきているわけです。で、今回の、ガイドライン作成にも、図書館としてですね、参加させていただきました。で、私たちの考え方としては、いろんなものがですね、最初から誰もが使えるようになっていることが大切だと思っています。障害者のために特別なものを作るのではなくて、最初から誰もが使えるようになっている、そういうものを作っている、それが今社会が目指していることであると考えています。で、それによって障害者もですね、自ら買いたい人が自分で購入してそれを利用すればいい、まさに電子書籍は、障害者が購入してそのまま自分で読めるということが実現できる非常に重要なものだと思っています。で、障害者も自分で買って使えばいい。で、そのことは障害者にとってもすぐ使えるわけで便利でありますし、また出版業界にとっても障害者が新たなお客さんとしてですね、なるわけですから、お互い非常にいいことであるというふうに考えています。で、またこの検討会についてですけども、先ほどからお話がありましたように、まず私たち検討会のチームが、
このユーザーとして、まあ、利用者団体や、まあ、ある意味図書館もユーザーなのかもしれないけども、そういう人たちと出版業界の皆さん方、それから、先生方ですね、専門家の先生方などによって、検討会がなされてきました。でこのことも非常に、重要であると思います。この重要だっていうのは、このアクセシビリティっていうことなんですよね。その健常者の人が考えるアクセシビリティっていうものと、実は障害者が求めているものっていうのが一致してなかったりします。ちょっとズレがあった。でそういう中で両者が話し合って、だけど障害者の人はこういうものが欲しいというのは分かってるんだけども、電子書籍については分かりませんよね。で逆に出版社の方々は電子書籍についてはもちろんプロだけども、障害者の求めているものは何だってことは分からないわけですよね。でこういう人たちが一緒に話し合って一つのものをまとめてきたということに非常に価値があるというふうに思っています。はい。でこのガイドラインそのものについて先ほど、上村さんからお話ちょっとありましたけども、このガイドラインについてはアクセシビリティっていうのは一体何なのっていうことですね。アクセシブルにするっていうのは誰だってそう呼んでそうだろうってみんな思うけども、いや実際具体的に何をどうするのか、どこをどうすればアクセシブルなのかということを、そういう項目をきちんと出してですね、それを明らかにしたということが一番大きな価値があると思います。で、まあもちろんそこにはステップというか段階があってですね、必須からいろいろあるわけですけど、そのことについてはこの私たち検討チームのみんなが全員がこれはいい、これはダメとかいうことが一致してるわけではない、なかなかこれは難しい、いやこれはやってほしいとかですね、そういうこうお互いのこう出し合いというか、おしゃれにし合いというかですね、まあ、そういうものは確かにあったんだけども、まずはそういう項目をきちんと出すことができたということについて、非常に評価をしたいと思います。なので、それはその始まりっていうんですかね、まずはそういうことを明らかにして、それをこうみんなでやっていこうということを、みんなで合意できたということは、非常にいいことだったと思っています。はい。それから、大切、このアクセシビリティをですね、実現するために大切なこととして考えていることは、すでにある例えば音声化などの支援技術があるわけですけど、そういうものを使っていこう、そういうものと連携していこうっていうことなんですよね。例えば文字データがあれば、それを音声化したり自動的に点字にしたりですね、そういうことがもうすでにできているわけです。で漢字の説明をしたりとか、一個一個の漢字を説明したり、そんなことはすでに私たちが使っている音声パソコンなど、先ほど上野さんも使われていましたね、ああいうものでも実現できているわけです。でそういう支援技術とうまく組み合わせていることによって、経済的にもそんなに大変じゃなく、なんとかできるっていうものを作っていこうとしているところ、このところに、すごく大きな意味があると思っています。で最終的にはですね、この本情報のことに関しては、自分で買いたい人は自分で買って読める、で、図書館から借りて利用したい人は図書館から借りられる、その両方を実現する、障害者も借りたい人は買えば使える、借りたければ借りられるっていう社会を、目指していきたいと思っています。でそのガイドラインの一つの借りたい人は借りられるの方の、ガイドラインとして私たちが努力をしてきたということで、このガイドラインの存在を作ったということ自体をですね、ものすごく価値があるものと考えておりまして、ぜひ皆さんで実現していきたいなというふうに思っているところです。以上です。
ありがとうございます。では続きまして田中さんお願いいたします。はい、私、日本書籍出版協会の、営利委員会、アクセシブル委員会というんですけれども、こちらの委員を出しておりまして、その枠で NDL の検討会に参加させていただいております諸悪の田中と申します。本日はよろしくお願いいたします。読書バリアフリー法の検討会というのは、NDL の前年から経産省の方で始まっていました。その経産省の方の会議にも私出席をしておりますが、その経産省の会議が始まるということで、諸協の代表ということで、委員を出してくれという話がありまして、その中で私が関係者協議会に代表を出している、電子書協、日本電子出版社協議会、今電子書連に変わってしまいましたけど、そちらで常任幹事をしておりました関係で、協議会の内容を常にいろいろと聞いておりましたこと、それと電子書籍、その読書バリアフリー法の概要の中でも、アクセシブルな電子書籍の充実普及と販売の促進という部分が挙げられていまして、デジタル化に私は割と強い、電子書籍とかデジタルに非常に強い人間だったので、検討会の委員として選ばれたということでございます。初級に AB 委員会というものが立ち上がって、最初どのように進めていくかということを我々、その中で検討いたしました。出版業界は、業界の規模に比べまして非常に会社の数が多い、諸協だけでは、行き届かないところが多いだろうということで、業界全体の問題という認識で、業界を横断的に組織をされております日本出版インフラセンター、JPO の中にアクセシブルブックサポートセンターという組織を立ち上げるという構想を、その経産省の会議の中で最初に非連携をすることにいたしました。なぜ JPO の中でこれをやったかといいますと、JPO が唯一出版社と、図書館さん、取り次ぎ会社さん、書店さんが一堂に会して、出版業界のインフラを作っているという組織になります。ですので、この出版の事業者が一堂に会しているという意味でいうと、その読書バリアフリー法だけではなく、障害者差別解消法の事業者責任としてやっていくというのの担うのにふさわしい場所だろうということがその一つになります。インフラとしての JPO は JPRO 出版情報登録センターという書誌情報を登録する機能があります。その中に登録している出版社は今2700社を数えておりまして、大体3000社前後が日本の出版社というふうに言われておりますので、約9割ぐらいの出版社に我々コンタクトができる、逆に言うと JPRO にはコンタクトされているという状況にございます。ですので、そこがキーになっていくと出版業界全体にさまざまなことが広がっていくんじゃないかということで、JPRO が選ばれております。一応私その中の JPRO の管理委員会の管理委員長ということをさせていただいておりますので、これをうまくこの読書バリアフリー法と JPRO がうまく機能するような形というのを日々、みんなで打ち合わせをしております。経産省の会議の中では、電子書籍の現状調査というところからスタートいたしました。電子書籍と言いましても、やはりコミックがやはりかなり数が多いです。重要になってくるのは、とりあえず今は TPS を対応する、自動読み上げの対応を対象する文字物、この辺を意識していかなければいけないということで、一つは電子書籍化、まだ電子書籍があまり進んでないものに関しては、電子書籍化をどのようにして進めていくのか、もしくはクオリティアップですね、どうやったらば、その皆様が TPS 読むときにきちんと読めるようになる、聞けるようになるかということを論議をいたしました。その認識だけでは、不足するしているということが分かったのが、先ほど、の佐藤さんのお話にもありましたけれども、我々が認識できなかった部分が NDL の会議の方に出席して、非常によく分かりました。NDL の検討会の中では、電子書籍として一般に、販売されているものだけが全てではなく、やっぱり図書館向けにさまざまなものがあるということも分かりましたし、近藤先生のお話をお伺いすると、教育現場での多様なニーズ、困難な現状をより知ることが私たちもできました。年間だいたい、先ほど上村先生の話にありましたけれども、6万冊出版されている出版物を、
まあ、全て電子化することもなかなか難しいですし、大体電子書籍というのが2000年前後ぐらいから世に出るようになってきたんですけれども、その2000年前後から今もう二十数年経っているものを全て電子化するともなかなか難しい問題ではあります。これをまあ本当にアクセシブルにしていくっていうのはとても難しい問題ではありますが、現状として我々にできることは、まずは出版業界にこういうニーズにちゃんと我々は応えていきましょうということを広く広げるということが一つあるのではないかというふうに思います。まあ、理解を増進すること、そうこういうことに取り組む仲間を増やしていくことということが我々一つ今できることではないかと思っております。まあ、残念ながら出版社というのは大半が中小企業でございますので、まあ、一歩一歩時間をかけて進めていくという現状でございます。以上です。ありがとうございました。今ですね、お二人の方からはこのガイドラインを策定するための検討会に参加して、まあ、様々な気づきをですね、ご紹介していただいたところなんですけれども、続きましてですね、このセッションから新たにですね、小澤さんにご参加をいただいております。小澤さんは NDL の中でこのガイドライン 1.0 の取りまとめをですね、中心的に進めてくださった方なんですけれども、小澤さん、このガイドライン 1.0 が今回こう策定されたことによってですね、まあ、実際どのようなことが達成できたというふうにお考えなのか、自己紹介も兼ねて簡単に教えていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。近藤さん、ありがとうございます。自己紹介ではさせていただきます。前に出てるんですけど、検討会の事務局を務めます。先ほどから田中さんが NDL っておっしゃってます。大半の方は分かってるかもしれませんけど、まあ、これ略語でして、国立公開図書館ナショナルダイレクトライブラリーの略なんですけども、そこの企画課長をしている小沢と申しまして、経歴は、まあ、前にある通りで電子図書館とか、なんか気づけばですね、NDL サーチというのを担当してたんですけども、そこ以来ずっとアクセシビリティというようにかかってきております。で、どういうことを達成できたんですかという今、近藤さんからの問いかけについては、やはりまあ今日上村、なんかこの業界って、なんか電子図書館とアクセシビリティって結構狭い領域、上村さん2人って思っちゃう方もいるかもしれませんが、その当館の方の上村からあったようにですね、電子図書館のアクセシビリティについて様々な方が考える際の寄り所ができたっていうのがやっぱり一番大きいのかなと。いうふうに思ってます。今まで電子図書館についてそういうものなかったんじゃないかなと思います。 でその上でもう少し広げると、皆さんも今おっしゃってたことにつながるんですけど、関係者の間の総合理解が深まった、で今後関係者のが対話するための共通基盤となるコミュニケーションツールができた、そういったところがですね、もう少し広げていると大きいんじゃないかなと思います。今回佐藤さんからも田中さんからもあったんですけども、障害者と事業者の間で総合理解がかなり深まった、検討会自体でそれができたというふうに思いますので、そういうところがそのガイドライン自体のそのものの目的とそれよりも広がっている部分なんじゃないかなというふうに考えているところです。以上が自己紹介とガイドライン策定によってどんなことが達成できたのかというところの自己評価になります。ありがとうございます。そうですね、これお三方それぞれおっしゃってたんですけれど、やっぱりその相互理解を作っていくっていうことって本当に難しくてですね、しかもなんていうかな、全くその関わっていなかった、例えば障害のある方に関わってなかった、その障害のある方がどんな読書体験に関係するリアリティを持っておられるのか、これは本当に実際にですね、具体的な部分で事例に基づいてやり取りをしないとなかなか相互理解ができないわけですよね。でまさにこのガイドラインを作るというのは本当にいい形でまとめてくださったと私も見てて思うんですけれども、なんていうんですかね、技術的な表現においても一定程度踏み込んでいて、つまり実装可能な形で踏み込んでいて、で一方でですね、その全くそういった技術的なことをご存知じゃない方においても、その理解可能な範囲というのを目指してですね、このガイドライン作っていったんですけれども、一定程度そこにも踏み込むことができた、これはやっぱり今の相互理解をなんとか作りたいという思いがベースにあるというところかなと思いました。ありがとうございます。さて、そんなガイドラインなんですけれども、今ここからはですね、そのじゃあ実効性をどう持たせるかというお話なんですよね。で今、相互理解の糸口ができたということは、皆さん考えを共有してくださっているところだなとまさに思ったわけなんですけれども、このガイドラインを実効性を持たせていくために、おそらく我々それぞれが関わっている領域の中でですね、いろんなことができる、役割を果たすことができると思います。でこのガイドラインが実効性を持つためにということで、お一人お一人にですね、実際、
それぞれのご立場、もしくはそれぞれの関連領域はどのような役割を果たすことができるのかを教えていただけたらと思います。でまずですね、ここは最初に八代先生の方に、はい、口を切っていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。上村八代です。先に金見さんがいらっしゃったんで、先に八代先生って言っていただいて、僕も子供の頃ずっと八代って呼ばれてたんで、そう呼んでいただくとすごく嬉しいんですね。もっと言うと、昔は電子書籍っていうと上村八代だけしかいなかったんですが、最近はあの電子書籍とアクセシビリティに関しては金見さんの方が有名っていうのがあってですね、僕ももうちょっと頑張らなきゃいけないなってちょっと思ったりします。今のは冗談です。関わりとしてはね、私は出版人の人間でもないんですけども、もう一つは電子図書館の普及ってこともやってきています。で先ほど電子書籍のアクセシビリティ3段階あるって言いましたけども、そもそもこのガイドラインっていうのは、ガイドラインってやっぱりみんないつもそう思うんですけど、ガイドライン関わるとガイドライン作ることが目的化しちゃったりして出来上がるとホッとしちゃう。でも僕らずっと言いつけてるのはガイドラインどう普及させて、まさにこの実効性を持たせるのどうしたらいいかってことをいつも考えてきています。ですからまさに今日の場もそういうことだと思うんです。でアンケートをですね、経産省なんかで出版社に取ったりするときに、そういう出版社にアンケートを取るとですね、どう対応していいかわからないって、むしろ困惑みたいな声が先に来ちゃうんですね、アンケート答える前に。でもそれだったらまずアンケートに答えてください。アンケートを読んで答えることが初めてそのことに対する分かることだとしたら、まずやっぱりガイドラインを読んでください。ガイドラインを読んでいただくことによって自分たちがどうするかってことが分かることなので、まず実は実効性を持たせるためにガイドラインを読んでもらうってことを一生懸命言おうかなと思います。それともう一つ、僕は電子図書館ベンダーとも非常に近いところにあるので、先ほど近藤先生の、これは金見さんの発表の中にあった方だ、この運用体制の中にガイドラインにしっかり書いてあるんですが、それはまさに例えば館長等がですね、リーダーシップを取ってこの電子図書館普及に進めていくんだ、そのためにガイドラインを利用するんだって書いてあるんです。だからまさに電子図書館化していくっていうことをもっと公共図書館、大学図書館もそうですけど、公共図書館が積極的に電子図書館サービスをですね、導入してくれなければ、いくらこのガイドライン書いて、ガイドラインの中で内側でこんなにアクセスするだねって言ったって、導入してないところがあったらしょうがないわけですよね。だから多分、ガイドラインっていうことを使ってですね、むしろ、障害者差別解消法等の改正もあって、これもマストなんだと、必須の条件なんだっていうことを、ぜひ図書館の現場の人たちは館長に伝えるとか、あるいは財務に伝えるとか言ってほしいんですね。特に図書館の人たちって非常にこう図書館の内側だけで議論して見てる人が多いので、財務だって行政の一員なんだから、それがその地域に住んでる人々のために図書館が何を果たすかってことを考えたら、アクセスな電子図書館にするって、これはもうマストだと思うの。それは当然財務に働きかけて予算を取るってことも含めた仕事なので、その時にこのガイドラインを使ってほしいと。こんなガイドラインがあるんです、うちはやってないんです、いいんですかってくらいのことをですね、議員にロビーイングしたりなんだりしたりですね、一生懸命働きかけてる、その材料っていうのは道具っていうのはすごく重要なですね、武器っていう言い方はちょっと正しくないかもしれません、そういうすごく重要なツールになると思うので、このガイドラインを積極的に使っていただきたいなと、最初に僕は思います。ありがとうございます。これすごい重要なポイントですよね。やっぱりガイドラインの中で本当に主語をはっきりさせようということはね、本当にキーワードにしてやってきたなと思います。誰が何をどのようにやっていくのかというのはガイドライン読むとよく分かるようにしようということと、あと確かにね、そのロビングのツールとして使っていただくというのは非常に重要なポイントを指摘いただいたなと思います。ありがとうございます。それではですね、これどういう並びでいこうか、私側からですね、田中さん、佐藤さん、小沢さんという形で、このガイドラインが実効性を持つためにどのようなその関連領域もしくはご自身が役割を果たすことができるか教えていただければと思います。田中さん、まずお願いします。はい、我々はすごく簡単に言うと、このデジタル化されたコンテンツを作ることっていうのが一つあると思いますし、逆に言うと今のそのこの形の中で導入をされたっていうことがあるとすると、逆に言うとそういう電子書籍を図書館さんに買って購入をしていただかなければいけない。やっぱりこう我々としてはまず時間が、多分すごく時間がかかると思いますけども、そのような電子書籍であることが分かりやすく
見える化をして、まあ、例えばアクセシブルなものはアクセシブルで分かりやすくしていくってことも、もしかするとこれは J プロ側の、役割になって、まあ、これが分かりやすくしてそれを導入していってもらうっていうことが一つあるのかなと思います。で、まあ、実際現状で言うと我々が今それはすごく先の話になってしまうかもしれないんですけど、現状で言うと、まあ、検討会これ3年目にこれから入ってくるところですけども、今まで我々が出版業界としてできたことはもしかすると、まあ、そういうちゃんとした電子書籍を作っていくとかっていうアウトプットよりはいろんな情報を知ってこういうニーズがあるってことがインプットできたことっていうのが、これが逆に言うと出版業界としては一番ためになったことなんじゃないかなというふうに感じています。まあ、経済産業省さんの会議でいうと EPUB のアクセシビリティを使いながらフォーマットをどうしましょうかとか、まあ、電子書店さんにどういう形だったらちゃんと読み上げをしてもらえるかって考えようとか、まあ、私 の場合だと EPUB で使う EPUB になる前に、まあ、電子書籍を作る前に、まあ、紙の本を作るわけですけども、その時はなるべくきちんとしたテキストデータで打つようにしていて、まあ、Adobe Japan 1.6 というレベルまで使っていくと、いや UTF-8 には入ってない文字が山ほどあるわけで、それを EPUB にするときは紙の本でできているものが電子書籍で文字化できないのはありえないので、それは絵にしてはめ込むわけですね。絵にしてはめ込むとそれは読み飛ばしにな、画像なんで読み飛ばしになってしまっています。この読み飛ばしをどういうふうに防ぐかってことは、読み間違いっていうのは大体皆さん分かるっていうふうにおっしゃられていて、読み間違いは大体こんなふうに電子書籍、まあ、その DTS だと読み間違いだなっていうのは理解できると思うので、まあ、それはそういうところを逆に言うと読み飛ばしをなくすみたいなところを、次にはやっぱりそれをどういうふうにやってルビーをつけて読ませていくかってことが一つあるなというふうに思っております。ありがとうございます。先ほどもおっしゃっていただいたですね、障害のある方の読書をするということのリアリティについて多くのインプットができたということと、あと田中さんと議論してて、いつもやっぱり大変これは面白いのが重要なポイントだなと思うのは、まあ、技術的に細部どうしていくかというところも、ね、本当に軽視してはいかんということがいつも出てくるので、それもガイドラインの中でもそのギリギリのラインを攻めていくという、ね、理解の内容の細部を詰めていくというところが大変参考にさせていただきました。それでは佐藤様いかがでしょう。はい、ありがとうございます。ですね、今お話があったところで、私は図書館の職員なのでまさにこれを変えるかどうかっていうところの話なんですけども、今の図書館の状態はですね、非常に予算的なものは毎年こう何パーセントずつ減らしていくっていうことの中で、新しい電子書籍を入れるってことになると、下手をするとというか、多分、じゃあ資料費を 10% 減らしてその 10% 分で電子書籍を買いますかとかですね、そういう状態になってしまう。でこれはおそらく市民にとっても、出版業界にとってもいいことじゃない。でこの辺をどうしていくかっていうのが、多分この行政の中の図書館というところをやらなきゃいけないこと。だから電子書籍に対してこんだけ、特に障害者が使えることすごく意味がありますよね。でその価値をですね、訴えてやっぱり新たな予算としてお金を取ってこれないと、非常に難しいのかなっていうことです。なんかどんどん就職していっちゃうっていうか、小っちゃくなっていっちゃうっていうかね、なんかそういう心配をしているものです。で私はすいません、アクセシビリティ、電子書籍のアクセシビリティを向上させるために図書館が何ができるかってことをちょっと考えてきちゃったので、ちょっと話、それを話しちゃっていいでしょうかね、松本さん。申し訳ありません。もしも電子書籍を導入している図書館においては、とにかくアクセシブルなコンテンツの方を TTS 可能なコンテンツを買ってください。積極的に買っていただいて、そのことを利用者に PR するということが、まず図書館ができる、すぐできない。もう導入しているところは積極的に TTS 可能なアクセシブルなものを買おう。今回いろんな実証実験私たちもしてきましたけれども、日本の
図書館に入っている電子書籍システムは残念ながらそのガイドラインの全てを達成しているということではない。つまり全てのベンダーさんのものが発展途上、皆さん頑張っているんだけどもまだこの部分はできていない、この部分はできているっていうね、発展途上な段階です。でその中でも、例えば温泉を見れば TDS ができるものはこれですよっていうこともちゃんと分かるので、そういうものを積極的に買っていってほしい。それから自分の図書館が今導入している電子書籍システムが何ができて何ができていないかを職員がちゃんと把握してほしい。で、それを知って利用者に案内する。これはもしかすると概要と第三者機関とかの評価とかそういうこともあるかもしれないけれども、とにかく職員が知っている必要があります。それから、一番大切なのが電子書籍を得たときに図書館がとにかく最初の窓口なわけですよね、利用者にとって。ですから、利用者に対して簡単な操作支援、操作相談、操作の支援のやり方とかですね、あとその他のいろんな電子書籍に関する相談事、いろいろあると思いますけども、それに対応できる職員であってほしい。それから障害者からの要望を集めるのが図書館のだと思うので、その電子書籍を使って、利用者間のさまざまな依頼要望についてそれをちゃんと集めて、ベンダーさんたちになると協議をしてほしい。まあこれはガイドラインにも書いてあると思います。で、あとちょっとこれは付け足して話して申し訳ないんですけども、実はこういうものを使うにはスマホや音声パソコンなどの、これをですね、使うための基本的なスキルが障害者に必要です。で、それを図書館がお教えする、つまりパソコン教室みたいな感じですね、ということは残念ながら図書館がその単独でできるようなことではないんですね。で特に個別支援、自宅に出向いての個別支援が必要な方もたくさんいらっしゃいます。でこういう人たちにどういうふうに、こういうものを使ってもらうようにそういうスキルを磨いていただけるか、そのやり方って考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。でもしかすると AI 技術がものすごく発展すると、もうキーボードなど使わないで音声だけで全て使えるように、音声の命令で全部動くようになるんだったら、ネタ系の人ももしかすると簡単に使えるようになるかもしれない。そういう時代がそこに来ているかもしれないんだけども、今のところはまだ、使える人と使えない人の障害者の格差はすごく高いです。だからこの辺を何とかするってことも重要な課題なんではないかと思っています。すみません、いろいろ広げちゃってありがとうございます。ありがとうございます。いずれのポイントも重要なことばかりかなと思いました。で、もう少しだけ時間があるのでですね、ここで、小澤さんにもですね、今の、関係者としてその領域として何ができるかをおっしゃっていただけたらと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと時間を押しているのかなと思いますので、まずは引き続きですね、検討会の事務局としての役割を果たしていく、これは当館やっていきたいと思います。で、その上で当館は従来図書館協力業務を行っておりまして、各種の図書館とのネットワークを持っています。で、一昨年度にガイドライン策定の情報を得るために調査を行った時とか、またその後もですね、ガイドライン策定の過程でも図書館、いろいろな図書館の方からヒアリングさせていただいておりますし、隣に座っている佐藤さんとも、の属している日本図書館協会でもいろいろ意見交換させていただいておりますので、今も図書館協力の枠組みでガイドライン活用が進むように研修を行ったりしてるんですけど、そういったことはですね、今後続けていく必要があるのかなと思っております。あと図書館、もう今日話出てるんですけど、電子図書館に関係するアクターは図書館だけではありませんので、今日も登壇いただいている田中さんの属する出版社であるとか電子図書館事業者、また関係府省ですね、今日も多分、どこにいらっしゃるか見つからないんですけど、文科省の方とか経産省の方も来ていただいていると思いますが、そういうところとも連携するということが当館できますので、そういういろいろなステークホルダーがいる中で箱の役割を果たすことっていうのは当館にはできるんじゃないかなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。いよいよこれで時間が迫ってきたんですけど、私の方からも少しだけですね、どういうことが、私って普段
教育だったりとかそういうところにいるわけなんですけど、地域の公立図書館もね、もちろん大事なんですけれども、私がかかっているのは学校図書館ですね。それから大学の図書館もあります。でそうすると、学校大学の中では障害のある学生たち児童生徒たち当たり前のようにいますので、何らかの支援をしなくちゃいけない。だけど先日ですね、かなり大規模な学校図書館に対する調査を私たち行ったんですけれども、その結果ほとんどの学校でですね、学校図書館で特に通常の特別支援学校ではない通常の図書館で、いわゆるこういうアクセシブルな図書資料がほぼゼロという状況が出てきました。でそこでですね、やっぱりなんだかんだ言って私たちって地域のね、一つのどこどこの県の市区町村のこの町の中でですね、図書館を営んでいるというのが私たちですので、そうするとやっぱりその先ほどね、NDL が全国のさまざまなステークホルダーのハブになるということが素晴らしいなと思いますけど、私たちの図書館に関わる一人一人図書館員というのはやっぱりその地域のハブになるというかね、その地域の人たちの間で、こういう、電子図書館を使ってこんな取り組みをやったら地域の学校図書館と連携したり、先生方と連携したり、親御さんたちと連携したりして、こんな素敵な取り組みをやったら一人一人の読書がこんなに変わったんだということを、その地域で共有するということをぜひやっていただきたいなと思います。で学校はそういうことを知らないということも多かったりしますので、ぜひ声かけていただけたら、最近私いろんな図書館回ってますけど、図書館さんによってはやっぱりアクセシブルな資料をですね、入り口のところに並べてくれて、うちの図書館こんな取り組みやってるよっていうことを紹介してくださったりしてます。でそこから壁を越えたというかですね、縦割りとかその役割を超えたつながりが広がることで、先ほど大塩先生もおっしゃってくださったような、この地域の中で予算作って何かやっていくぞみたいな話が起こってくるんじゃないかなと思いますので、NDL さんも全国のさまざまなステークホルダーのハブになられますが、地域の図書館はですね、その町の中のハブにいただけたら大変嬉しいなと思いました。でいよいよ終了の時間が近づいてきたわけなんですけれども、本当はお一人お一人にですね、もう一言最後のまとめをいただければと思ったんですが、時間の都合もありますので、ここで今日のですね達成をまとめて終わりたいなと思います。で振り返りますとですね、それぞれの前半の方で私も含めて発表させていただいたように、発表していただきましたように、このアクセシビリティのガイドラインですね、図書館の電子図書館のガイドラインができました。で本当に皆さんぜひ一度細部まで読み込んでいただけたらと思います。で付録のところまで結構読み物としてもちゃんとしているものになっていると思いますので、ぜひ読み込んでいただきたいと思います。でそこに本当にさまざまな情報を詰まっておりますし、おそらく皆さんがその町の中での第一歩を踏み出す上でのですね、いろんな情報が詰まってたと思います。で皆さんのお話の中にありましたように、本当にこれまでは縦割られていたそれぞれの立場の人たちが一堂に集まってですね、本当にこう現実感、リアリティを持って事例に基づいて、かつ本当にフラットな立場でお互い思い切って意見を言い合おうという経験は本当に何にも変え難いものというか、おそらくこれは各地域地域でやっていくことによってさらに大きな広がりが得られるんじゃないかというのを、私たちこのガイドライン作成のですね取り組みの中で皆感じていただいたところだったと思います。でそれをまさにですね、図らずも皆様の今日ご登壇いただいた皆様のお話の中からそれを感じることができました。でぜひですね、このガイドラインを皆さんお一人お一人が読んでいただくことで、この私たちが感じていた感覚というのをですね、全国の図書館の皆さんと共有できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で以上ですね、私から のまとめと変えて今日のこの、フォーラムとですね終了とさせていただきたいと思います。ではまとめで一旦お返ししたらよろしいですかね。はい、お願いいたします。小野先生、パネルの皆さんありがとうございました。それでは最後になりますが、当館、総務部企画課長の小沢より閉会のご挨拶を申し上げます。はい、ちょっとこの場で立って失礼いたします。すいません、皆さん本日はお集まりいただいてありがとうございます。私ですね、2年前にこの県図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスというのを立ち上げたんですけども、その時から携わってるんですけど、その頃にはですね、もう近藤さん、上村さん、八潮さんって言っていそうなんですけど、八潮さん、佐藤さん、田中さんにも入っていただいて、こういうイベントをできるってこと自体がなかなか想像つかない
まあ、正直そういう状況でした。ただ今日はこういう4人に集まっていただいて、私も加わってこのイベントができている、本当にこういう点について今日登壇いただいた方々の皆さんに感謝したいと思います。で、今日来ていただいた方々本当にありがとうございます。で、今日来ていない方も含めてですね、各種図書館とか図書館障害者団体とか、あるいは電子図書館事業者の方、いろいろ協力いただきました。そういう協力がなかったらこのガイドラインできなかったと思っておりますので、そちらにも感謝したいですし、本日来ていただいた方々がですね、見ていただいて、今後電子図書館のアクセシビリティを高めるために活用して、各々の持ち場でどういうアクションを起こすのか、そういうふうに考えていただいて、何らかのアクションを起こしていただくことを楽しみにしております。日本の障害者の読書環境を改善するために共に頑張っていければと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。これで終了となります。お手数ですが、アンケートにご協力をお願いいたします。アンケートは現在表示されている QR コードを読み取っていただくか、事前にお送りしたメールに記載されている URL からでも、ご回答いただけます。本日は誠にありがとうございました。